はい、ブランシュ高山終わりです。営業も本日で終わりです。ではこれで帰路に着きますが、自宅着は12時待っちゃうかな。ちょっとやばいな。やっぱりいろんなアプリ動かしてると、アプリをしまうだけで10分とかかかっちゃいますからね。あ、雨降ってきた。よかった、滞在中に降らなくて。今日最終日なんですが、コースは全部発送可能で全部滑ってきましたが、やはりごく一部だな、薄くて、もう下が透き通って黒く見えるところとか、コースの脇はゴミというか落ち葉というか黄砂というか、もう真っ黒のところもあったりして、やっぱりシーズンの最終という感じですね。ここだ。あ、じゃあね、こっちから行ってみるか。帰りはエコバレー通らずに普通の県道、これ155か、県道155を行ってみましょう。やはりスキー場から国道152にかけてはかなり下ってますね。一旦降りて、で大門峠に向かって登り返すという感じの道です。まあエコーバレー周りでも、まあそうですね、エコーバレーまで行けばあとは一旦下ってまた登り返しですからね。ここは急なのかな、折り返しになってる、折り返しとかつづら折れになってるから。あ、ツインワン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 、また来週以降行きます。152へ突き当たります。ここから上り返しになりますね。あれ、ここ止まれはないんだ。道路交通法上の止まれはない。あ、道路ってなんだっけ。はい、エコーバレー入り口。残雪区間まで上がってきました。まだ反車線に少し、あ、路肩か。あ、大丈夫ですね、車幅は確保されています。はい、間もなく大門峠ですが、ずっと前ですね、ここら辺でチェーン巻いた大型バスの後ろについて走ってたら、大型バスがドリフトしてこの坂登ってったっていうのを目撃して、ちょっとビビりましたね。うおー、雪雪。
あたりがライブカメラで映ってるんですが、ライブカメラどこにつけてあるんだろう。わかんない。あ、これだ。これだ。ここでした。はい、じゃあ峠を越えた向こう側は茅野市側はもう無問題なので、ここで止めます。